ミカプロダクション。どうも皆さんお久しぶりでございます、ミカです。今回はこうやって音声だけで撮ってるわけであります。本当にね久しぶりで、まあ、撮り方もねちょっと今回は変えていこうということで、久しぶりなんで、まあ、ちょっとスタイルを変えて、画面はなしで声だけというね、声だけで、まあ、BO2、これ実際ですね、声と映像は別になっておりまして、その自分が普通に、なんて言うんだろう、プライベートでラフで撮った動画を元に、まあ、会話を展開していく。あのね、やりながら僕は、その、会話をしながらゲームをやるってことがね、なかなか不器用なので、そういう器用な方ではないので、そういうことがね、難しいので、どうしてもね、喋っちゃうと喋る方に集中しちゃうし、ゲームやっちゃうと喋る方が、抜けちゃうっていうことでね。まあ、そういうことで、そうやってね、難しいとこが僕はあるんで、こうやって分離っていうかね、別々で、撮っているわけであります。先に映像をね、ちょっとラフにもう普通にね、日常みたいな。普通にプライベートで楽にやって、その後にまあ、この BO2 の話も別にしていこうとも思ってるんですけど、まあその関係ない話の、まあ、ちょいちょい挟みつつね、関係ない話って何の話か自分でも喋っててちょっとよくわかんないんですけど、はい、撮っています。はい、ということで早速もうなんかゲームが始まっちゃってます。これは別にのあれですね、オンラインじゃなくオフラインで普通に軽くやってますね。軽くっていうか、もうこうやってゲーム自体が久しぶりでなかなかね、やってないね。もう、そう言って PS3 もそうですし、他のゲームも、Wii とか、そういうのも、昔は全然めっちゃやってたんですけど、オールジャンルで。なかなかやってないんですよね。はい。スマホとかは、軽く、パズドラとかね、はやるんですけど、他のね、うん、やってないんですよね。最近もパズドラも、まあ、飽きてはないんですよ。飽きてはないんですけど、スタミナがね、減らそうとは思ってるんですけど、なかなかね、そう、やってなかったりもするんで、まあね、でもこうやって久しぶりにね、BO2 やってみると、やっぱりまた、改めてね、面白さってわかる。で、まあこれは、普通にオフラインっていうか、ローカルで、CPU と、こっちの、人数が、1人差で、こっちが1人少ない状態で、で敵の強さがハードで、やってます。今久しぶりっていうことなんで、まあごく一般的というか、アサルトライフルのアバカンで、サブレッサーと可変ストックとファストマグナでやってますね。でやっぱチキンなんで、敵が CPU であろうともサブレッサー逃げてるわけであります。でね、本当にね、まあ、敵が CPU だから、なんかなかなか反応が鈍いとこもあって、意外となんか軽い感じでありがたかったんですけどね。まあでもオンライン行ったらこうも行かないんであれなんですけど。でまあね、こうやってオンラインじゃない分、楽しく、気軽に楽しめるんで、僕はね、どっちかというと、ローカルの方が好きだったりもする。まあ別にオンラインも楽しいんで。ローカルの方が自分の身の丈に合った場あのレベルで楽しくできるんで、やっぱ強いとこをね やっていかなきゃいけないんですけどね。まあでもやっぱ楽しくやりたい。そう、強いとこをずっと当たっちゃってもずっと負け続けてもね、なかなか辛いとこもあるんで、自分のレベルに合ったやつで楽しんでます。でまあね、本当に前線に出ることがなかなかね怖くてね。で僕一つね、ちょっとね独特なねやり方があってね、これ撮ってる時は音全然出てるんですけど、実際僕がやってる時は音あの消すんですよ。音を消して、そのもう普通に画面だけというか音なしでやってる。それがね、なぜかっていうとね、これじゃやるなってことになるんですけど、怖いんです。なんか、音が。なんか、ダダダの銃の音。まあ、それがリアルで、
それがリアルだからこそこの BO2 ってね、売れてるとも思うんですけど、これがね、なかなかビビっちゃう、正直。あと、人の足音とか後ろからダダダっていきなり来るのとかね、正直怖い。うん、そこはもうね、恥ずかしがらずに出ていこうって感じですよね。なかなかそこがちょっと嫌で、正直。だから、音を消して、画面だけで、それでも楽しんでね、全然やるんですけどね。なんで音を消して、で、まあ、それでもなんか、たまには物足りない時もあるんで、そういう時はちょっと出したりもするんですけど、で、あと、そういう消しといて、で、その、イヤホンとかでね、その、音楽を聴きながらやるとか、そうすると、そのなんか、いいですよね。そうやってね、やってるんですよ。なかなか独特なやり方で、っていうことを話してたらもう終わっちゃったけどね。まあこれは、ちょっとしたまあテスト動画なんで、あれなんですけど、まあこういう感じでね、まあ意外とこういう撮り方とかも楽だし、ってことで続けるかどうかは定かではないんですけど、まあいい感じですね。いいと思います。ちょっと画面でね、顔が出せないのは残念なんですけど、撮り方としてはこっちの方が、その、出す、ロードが楽なんで、あとほとんど多分声でしょっていう感じで、皆さん出すとき声でゲーム実況的なのやってるんで、画面はまあいいかな的な感じなんで、はい。ということでこんな感じで画面ちょっと今切っちゃったんですけど、やっていきたいと思います。なんでよろしくお願いします。また出したら。はい。ということで今日は終わりです。また次回お会いいたしましょう。さよなら。じゃないね。See you next time. よし、頑張るよ。はい。ミカプロダクション。